倉一大の日賀です。さて今日はお約束通り、合わせた塩合わせ味塩胡椒をこう作り方をお見せします。これを作っておいておくと結構、いろんなもの炒め物とかいろんなものにこう活用できるので意外と便利です。さて今日使う材料はこちら塩、こちら使って瀬戸の本塩サラサラタイプというのを使います。こうあぐりの塩とかこう雪塩とかそういったのちょっと水分の方がちょっと結構入っててフライパンで入れないといけないので結構うちではサラサラタイプを使っています。でね、こう水分のある塩をこうフライパンで空入れすると水分が抜けてサラサラになって美味しくはなるんですけども、逆に水分を抜いた分また逆に水分を吸いやすくなっちゃうので作り置きには向いていません。ですのでもう最初からこうサラサラタイプの塩を使います。こちらですね、はい、次ホワイトペッパーパウダーの方になります。見えるかな、見えないね。はい、はい、こちらガーリックパウダーになります。はい、こちらは味の素、いわゆる化学調味料というやつです。これも使います。まあ、大体どこの店でもその3つは大体揃ってると思いますのでこれで作っていきます。いきます。あとそうこういったスプーンですね。はい、では開けていきます。もう作り方は至って簡単。これを4杯塩4 3 4、かなりサラサラです。わかります、サラサラサラ、かなりサラサラ。まあ別にこの塩じゃなくてもいいんです。まあ、サラサラの塩なら何でもいいと思います。あとは好みにもよりますが、サラサラの塩を使用します。で塩が4入りました。次に味の素、これも1です。1、ホワイトペッパー、こちらも1になります。同じく1です。こちらを上でやりましょうか。次ガーリックパウダー、こちらはこのスプーンの約半分となります。はい、こんなもんかな、こんな感じです。半分です。はい、混ぜます。やっちゃった。はい、全て混ざりました。見えますか、ここや。はい、これ混ぜていきます。はい、こういう感じになります。こういう感じです。はい、きれいに混ざりました。はい、こちらがいわゆる味塩胡椒というやつですね。これがうちのこう合わせ塩というやつです。こちらをベースでいろいろと作っております。天ぷらの塩、あとは炒め物とかそういったこう塩胡椒を使う材料、隠し味などにもいろいろ使ってます。またこの中にこう七味を入れたりこう代わり塩なんかも作れる、作ったりもしますので、いろいろと自分なりにアレンジするといいかと思います。はい、ではこんな感じです。こちら見せましょう。よいしょ、よいしょ、はい、こういう感じです。はい、よいしょ、調味料
いですね。はい、塩コショウです。これにですね、またこう山椒、山椒汁にしても構いません。これがこちら化学調味料、味の素が入ってるんです。そこまで塩気が強くはありません。あとほのかににんにくも入ってるんで、にんにくパウダーも入ってるんで、こう後から来るこのにんにくの香りがまた食をそそります。まあ一度作って試してみてください。調味料中ですか、それを今日は作り方をお見せしました。はい、それでは最後まで見ていただきありがとうございます。